オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日は2010年3月1日のブログからです。自殺対策強化月間。今月は自殺対策強化月間です。私たち葬儀社は年間に数多くの自殺された方の葬儀をお手伝いいたします。その際の気をつけなければならないことの情報などを全国のネットワークの皆さんと共有したりしながら、ご遺族のケアに努めています。ほとんどのご遺族はなぜ気づいてあげられなかったのかと悔やんでいます。そしてその思いは葬儀が終わっても消えることなく、10年以上誰にも話すことさえできなくて苦しんでいる方も多いのです。自分が今辛くて大変なのはわかりますけど、もし自殺をすると残された人は10年以上も苦しみ続けるのです。だから大切な人のためにも決してそんな選択はしないでくださいね。眠れていますか？食べれていますか？それができていなければ少し休息して深呼吸された方がいいですよ。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして今回1月5日発売のオフィスシオンの寺尾社長監修の漫画で丸わかり、初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について事前に知っておくこと、葬儀社を決めるまで、当日を迎えてなど、漫画で分かりやすく紹介しています。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。本ご希望の方、そしてご質問などは住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスは074224-8422 074224-8422、 郵便の場合は郵便番号 630-8334 奈良市西野新屋町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは 074224-8415 074224-8415 奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。